昨日、東北フリーブレイズがバンダイ熱海アイスアリーナで開いたアイスホッケークリニック。東北フリーブレイズは先月の全日本アイスホッケー選手権で5年ぶり2度目の優勝を果たしました。昨日は地元の小中学生に応援への感謝とアイスホッケーの魅力を伝えました。子どもたちがすごい元気な姿を見れましたし、一緒に成長できたらいいなと改めて思いました。東北フリーブレイズはアジアリーグのプレーオフ進出を目指して試合を重ねていきます。